本当に入るの？入るよ。オクラの中にはきっと宝物がいっぱいあるんだよ。私はのぞみ。鏡のせい？似たようなものかしら。あなたがあの邪魔な髪を剥がしてくれたのね。
その指の血を鏡につけてみて。そんなことしたら汚れちゃうよ。せっかくきれいにしたのに。いいから気にせずやってごらんなさい。じゃないと私はここから出られないの。こするだけじゃダメなの？あら、ずいぶんと小さいのね。わあ、すごい。本当に出た。出してくれてありがとう。お礼を言うわ。だって、久方ぶりに手足を伸ばせるんだもの。私はのぞみ。私は御影。あ、同じだ。そうね、二人と二人でちょうどいいでしょ。それにしても、変わった着物を着ているのね。普通だよ。それが普通なのだとしたら、随分と長い間、箱の中に閉じ込められていたのね。そうなの？みんな着物だったの？じゃあ、お姉ちゃんは時代劇の人なんだ。時代劇？知らないの？みんな着物でちょんまげさんなんだよ。あら、どうした？さっきの光はなんだ？どうしたの？お父さんに怒られる。怖いの？怖い。お父さん、普段は全然怖くないんだけど、悪いことするとお母さんより怖くなるの。ケイは悪いことをしたの？だって、ここには入っちゃいけないって。それじゃあ、今度は私たちが助けてあげましょうか。望みを叶えてあげましょうか。お父さん、怒らなくなる？もう二度と怒らないようにしてあげる。ちゃんと言うことを聞いてくれるなら。ほら、一緒に来て。見つからないように
他のところへ行きましょう。ほら、急がないと捕まってしまうわよ。来たらダメだって、勝手に入ったら罰が当たるって。そう、私たちには近寄れなかった場所、これ以上は近づけない場所。忌々しい柱の封じがあるから、どれほど経ったのかは知らないけれど、まだ健在だったのね。でもあなたたちなら大丈夫。だから代わりに言ってもらうの。あの木の下に囚われている主様を解放してもらうの。ケイ、私の目を見るのよ。まゆみ、どうだ？ダメね。もうこの木の中にお柱様はいないわ。彼女は帰ってしまった。そうか。ええ、奴が出てくるのは時間の問題よ。まだほころびは小さいから、大きな魂は出てこれないけど、封じの要がない以上。
ひとまず私が押さえてみるけど、きっと何時間と持たないんじゃないかしら。本当にどうしましょう。真由美。何です、あなた。僕がお柱様を継ぐことはできないだろうか。僕にはお柱様と同じ血が流れている。僕がお柱様の穴を埋めれば封じは元の状態に戻るはず。少なくともそのほころびとやらが大きくならなければ主は出てこれないはずだ。ええ、そうね。だけどそれはできないわ。どうして？あなたを愛しているからなんて理由だけならよかったんだけど、もっと現実的な問題なの。あなたじゃ力が足りないのよ。しかし僕の体には流れているけど薄いの。特別長い波動の歴史の中で一番一般人に近いのはあなたよ。濃さで言えばお母さんの3分の1ぐらいで、うちの子の10分の1ぐらいかしら。真由美、まさか。バカね、そんなことしないわ。心を鬼にしたところで無理なんだから。これも現実問題絡みでね、ある程度力の使い方を知らないとお柱様にはなれないの。あなたには見えもしないでしょ。それはあの子たちも同じ。そういったことは何も教えてないから。母さんは知っていたみたいだけど。ええ、お母さんが亡くなったのは去年だから。では私なら大丈夫ですね。ゆめいちゃん、あなた。私は恵美子さんから力の使い方の手ほどきを受けていますから。確かにゆめいちゃんは才能あるけどね。でもこれはうちの子たちがやったことだから。でも他に方法がありませんよね。おじさん、おばさん、お願いします。しっかり押し。ケイちゃん。